それではこちらの論文について長岡技術科学大学の角張が説明させていただきます。まず概要なんですけども、こちらの論文の提案としましては、日本語の述語引数構造の解析のためにニューラルシークエンスモデルっていうものを提案しています。ニューラルシークエンスモデルっていうのは、文の文字列情報から効果的な特徴表現っていうのを自動的に誘導して、それを用いて解析するっていうもので、結果としまして、ナイキストのテキストコーパス 1.5 での実験では、構文的情報、構文解析機とかを通した後に解析するっていう、パイプラインでつなぐものではなく、そのように構文解析機を使わずに高い精度というものを実現することができています。まず述語引数構造の解析なんですけども、未分析を行う上での一般的なタスクで、その文の意味をシステム自体が特定、理解して特定する必要があるものです。で、先行研究としましては、関連研究では、複数の述語間の相互作用の、相互作用を使って、その解析するっていうものがあって、同じ筆者なんですけども、この下に文にある、逮捕したっていうのが、警察が、男を逮捕したっていう、そういう係り関係があって、で、逃走したっていうのは、数日後に、逃走したっていう。で、逃走したのを、画角に来るのが、明示的に分かんないんですけども、それを逮捕したっていうのを、逮捕したのを、逮捕された男が、逃げるっていう、逮捕された男が、逃げるっていう、逮捕されたものがその逃げるっていうその関連性を利用して述語引数構造を解析しようというものです。で、複数の述語の相互作用をモデル化する際の問題点として、先ほど言ったんですけども、品詞タグであったり構文解析によって予測される場合ですと、パイプラインで処理を行うことによって、その構文解析の際に生じたエラーっていうものが、述語引数構造の解析の時に、伝播してきてしまって、高い精度が出ないっていう問題点があります。そこで今回は、文の文字列情報のみから、述語の相互作用を用いて、解析するっていうモデルを提案しています。まず、日本語の述語引数構造の解析の場合と、述語の引数っていうものが省略される0引数の場合っていうものが多くあって、述語引数構造を解析する場合ですと、それを特定する必要があります。先ほどの例ですと、その逃走したの画角が、その0引数となっていて、それを特定する必要があります。特にその、構文解析をしただけですと、この矢印の通りの、かかり受けが、分かるんですけど、この明示的にこの画角、実際はその男がそのこの矢印の通り男が、逃走したんですけど、この明示的なその情報がないので他の情報が必要となるということで、文全体の文脈と複数の述語の対応、この、逃走したっていうのと、逮捕したっていう、その用いている、引数の、関係を利用して、解決すればいいんじゃないかっていうことになっています。で、今回提案するモデルが、シングルシークエンスモデルとマルチシークエンスモデルで、シングルの方は、文脈の依存表現というものを利用していて、その
述語の2つ以上の述語 の、まあその関係性っていうものは考慮していません。で逆にそのマルチの方はその複数の述語の式数のまあ関係性を見て、まあ、それを用いて解析するっていうモデルになっています。まず、シングルシークエンスモデルの、構造がこちらになっていて、まず、入力層で、その文の、各文字を、特徴ベクトルに、マッピングし、ベクトル表現にマッピングして、で次、リカレントニューラル、この、層で、リカレントニューラルネットワークを使用して、より高いレベルの、特徴ベクトルに変換、生成して、で、出力層で、ソフトマックス関数を用いて、その各単語の、どういう、かかり気があるかっていう、ラベルの、確率っていうものを計算して、出力します。で入力層で行われているのが、文があって、で、その各文字ごとになっていて、ARG が、その単語、文字ですね、その単語がどういうものなのかっていうのと、で、PRED っていうのが、その文中にある述語とその周辺の語、格助詞と、述語のセットで、そのどうかかるかっていう、どの式数になるかっていうのを、ガーって列挙して、で、MARK っていうのは、インデックスが、そのインデックス自体が、述語であるかない、そうではないかの、日の値となっています。で、そのように、この3つの、特徴から、文だと、それ、今回は、述語が1つなので、これだけの、特徴から、まず、一番上のこれに着目したら、この一覧からこの特徴を、持ってきて、それらを全部、全部結合、連結して、それを一つの、彼女のやつの、特徴としています。で、リカレントニューラルネットワークの層では、偶数の層と、奇数の層で、2つの式で、計算しています。で、出力層では、こちらの関数を用いて、分類しています。はい、で次マルチシークエンスのモデルなんですけども、シングルの方は、述語間の、関係性っていうのを、考慮していなかったので、先ほどのこの、矢印なかったんですけど、マルチの方はその複数の述語の、関係性っていうのを、考慮しているので、その H の1番目の1と2だと、文中にもし、2つ以上の述語があったときに、1つ目の述語は1で表していて、2つ目の述語は2つ、2で表していて、それぞれが、お互いに影響し合う、影響を及ぼし合っているような、式になっています。で、実験なんですけども、ナイキスのテキストコーパス 1.5 というものを用いて、トレーニング、とかは、このデータを使っています。訓練では、クロスエントロピーの損失関数、こちらが、最小化になるように、そのパラメータというものを復習しています。
でも、今回の実験のベースラインのモデルとしては、ポイントは is approach っていうのと、あと、この論文の筆者の、過去の研究である強度アプローチって言って、その述語の相互作用を、2部グラフで解いた時にどうなるかっていうのがこの研究になります。でいずれもナイキスのテキストとコーパス 1.5 を使用して研究されているものです。実験結果なんですけども、これがポイントワイズアプローチで、こちらが共同モデルのやつで、DEP っていうのがかかり受けで、普通のかかり受けで、0っていうのがその0因子で、その文中の何かが補わないとそれがわからないその引数になっています。でもオールは全部のものを総合したやつで、結果としまして、述語の引数、述語の相互作用っていうものを考慮すると、従来の研究よりもより高い精度で、解析することができていて、特にゼロ引数っていうものを、推定する際に、その先ほどの逮捕する例とかでも何々が逮捕されたから、その脱走しやすいだろうとかいう、そういう考え方を用いているので、より高い精度で、推定することができています。はい、ではこちらの実験結果が述語 M が、文中にある述語の数で、1個の時ですと、そこまでその、その0因子、0引数というものを推定する際には強力なんですけども、他の場所はあまり効いてきてないんですけども、やはりその述語が2つ以上になってくると、その述語の関係性を、相互作用を考慮して解析することによって、より高い解析結果というものが得られています。特に、5個以上であってもその0引数というものを推定する際には、その述語の相互作用を、考慮することによって、いずれの、研究結果よりもより高い精度で推定できることが分かっています。はい、以上で発表を終わります。